監督が劇作伊藤を呼んだ理由がこちら。森保監督は招集できなかったのは、彼を守るということで皆さんにお話しさせていただきました。まずは彼が落ち着いて代表選手としてサッカーに向き合ってプレーできるかということ。チーム全体として落ち着いて試合に向かっていけるかを考えたときに、これまでは疑問が残っていることがありました。今回は一つ大きなポイントとして、彼がスタッドランスの選手としてジャパンツアーをして、日本でプレーしていたときにそこにおられるメディアの皆さんを含めて、サポーターの、国民の皆さんが温かく、プレーできる環境があったということで、彼もプレーできる、チームとして活動できるということで判断させていただきました。呼ぼうと思えば呼べたのでは。ポイチはずっと呼びたがってたみたいやからな、結局は協会判断よ。なかったようなことにするなよ。本当は呼びたかったけどスポンサーと協会の圧力に屈しましたくらい言えばまだあれやけど。今さら人柄だけで代表監督やってるんだからジュニアを守るくらいはしてほしかったけどな。まあ遅すぎたがよしにしとこう、上から目線。サッカー協会自フェイスポンサー森保さん、もうずっと日本代表いける状態でしたよ。スタッドランスだけ伊藤ジュニアの本人の言葉を信じてた。係争は終わってないと思うが、今回呼ぶというなら最初から外すべきではなかったのでは。やってることがなあなあで中途半端。サポーターもみんな最初から伊藤を受け入れてたでしょ。信じてなかったのは田島とスポンサーだけなんよ。離脱前から受け入れてたのにな。